で、ちなみにですね、今あの飛んでる飛行機、は1320mAのリチウムポリマーバッテリーを使用しています。1320mAって言いますとですね、だいたい60-70gぐらいかな、80gまでいいかなっていう感じの、かなりあの軽いバッテリーで、それの3セルですね、10.1V、それ1本で、まあこんなにずっと飛んでるわけですね。で、室内でもですね、トルクロールができるほど、まあ非常に優れた性能を発揮しています。まあ、このような素晴らしい飛行場でですね、いつも飛ばされている方は、まあ、あれなんですが、都内に住んでいる方とか、まあ、近くに住んでいる方、モーターはですね、アクシーのブラシレスモーター、ですね、22-30なんとかっていうあんまりよく、ちょっと僕も詳しくないんでわかりませんが、ブラシレスモーターとリチウムポリマーの、見合わせでこのような飛行ができるということですね。なお当社ではですね、このリチウムポリマー、リチウムイオンを、充電できる充電器も持っている場合という予定です。まあ、多分今月末ぐらいになると思いますが、もちろん日課動もできますので、送受信機の充電とか、まあ、電動カーのバッテリーの充電とかももちろんできますし、とりあえず日課動の場合は、日課動の場合はですね、一応12セルまで、充電が可能です。リチウムポリマーの場合は、5セルまで充電が可能な、充電器が持っています。まあ、定価で16,800円なんですが、まあ、今あの主流のスワローという充電器があるんですけど、この風の中ですね、あの今ですね、仕事がない。まあ、今までの伝統のイメージは本当になんか覆されますよね。土曜日ね。これはまあリチウムポリマーバッテリー、まあブラシレスモーターの、組み合わせてですね、本当に、エンジン機並みに。いやー、この風の中ですからね、結構辛いでしょうね。まあでも、あそこまで、この風の中あそこまでできるっていうのを、畑選手の腕前によるところだと思います。あ、フラットスピンに入りました。まあ、これだけ狭い空域でですね、こんだけのアクロバットができるっていうのも一つ、まあ、非常に面白いと思いますし、まあ、狭い飛行場しかない地域の方なんかは本当にいいんじゃないですかね。まあ、非常に日課動と比べて、まあ、半分ぐらいの重さになりますし、で、それで2100mm、うまく使えばですね、40Aぐらい流せます。まあ、そんな形で、ヘリでも使えるということですね。あ、今着陸しました。畑はじめさんのデモフライトでした。皆さん大きな拍手ありがとうございました。それではですね、